こんにちは、ミントです。二輪レースの最高峰 MotoGP は2019年3月8日のカタールグランプリで開幕し、全19戦で行われます。今年も見どころはたくさんありそうですよね。今回は MotoGP の2019年シーズンの注目チーム、有力選手の展望などをお伝えしますね。レプソルホンダ。今年も優勝候補の筆頭はレプソルホンダのマルク・マルケスで間違いないでしょうね。彼は MotoGP に参戦した2013年から6年間で5回もタイトルを取る圧倒的な強さを誇ります。不安な点を挙げるとすれば、シーズンオフに手術を受けた左肩、まだ痛みが取れないようで万全な状態で開幕戦に臨むことは難しそうです。そんなマルケスの最大のライバルは、ドゥカティからレプソルホンダに移籍してきたホルヘ・ロレンソです。彼は2010年、2012年、2015年にタイトルを獲得しており、シーズンでマルケスを上回ったことのあるただ一人のライダーなのです。そのロレンソもまたシーズンオフに左手を骨折し、セパンテストでは走れませんでした。開幕までにどれだけホンダのマシンにフィットできるかが鍵になるでしょうね。ミッションウィノー・ドゥカティ。ドゥカティファクトリーのファーストドライバーは2017年、2018年に年間ランキング2位になっているアンドレア・ドビツィオーゾです。ロレンソの抜けた席にはダニロ・ペトルッチがサテライトから昇格しました。ドゥカティ勢はセパンでのテスト最終日でベストタイムを4位まで独占。今シーズンに期待の持てる結果を見せてくれましたね。モンスターエナジーヤマハ。モンスターエナジーをメインスポンサーに迎えたヤマハは、昨年と変わらずバレンティーノ・ロッシとマーベリック・ビニャーレスで戦います。ロッシは9回の年間チャンピオンに輝くベテランですが、昨年は一度も優勝できませんでした。ヤマハが長年の懸念である電子制御の問題を解決できれば、今シーズンの躍進もあるでしょうね。ロッシにはぜひとも頑張ってほしいです。中上貴明さん。 MotoGP 唯一の日本人ドライバー中上貴明さんは、昨年に引き続き LCR ホンダ出光から参戦します。 MotoGP 参戦初年度の2018年はランキング20位と健闘しました。今年はマルケスが9勝を挙げたチャンピオンマシン2018年型 RC213V で戦います。セパンのテストでは3日間ともトップ10に入るタイムを記録しました。2019年は2年契約の最終年ということもあり、さらなる飛躍を期待しましょう。長島哲太さん。モト2クラスには長島哲太さんがストップ&ゴーからエントリーします。彼は2014年からモト2にフル参戦しましたが、大きな怪我もあり1年でシートを失ってしまいました。2017年からはモト2に完全復帰し、2018年のランキングは20位でした。モト3クラスからは5人の日本人が出場します。どの選手も若く、将来有望なタレントが揃っています。正木和樹さん。正木和樹さんは2017年の最終戦にワイルドカードでモト3に初参戦し、10位に入賞しました。翌年は KTM 勢のスカルライダーからフル参戦しましたが、最高位が13位と苦戦しました。2019年は同じ KTM 勢の BOE スカルライダー無限から参戦することが決定しています。鈴木達樹さん。鈴木達樹さんは2015年と2016年は CIP から、2017年と2018年は SIC58 スクーデリアコルセからフル参戦しました。2018年は10位以内に7回入りましたが、まだ表彰台は獲得していません。2019年も SIC58 スクーデリアコルセから参戦するので、表彰台、優勝を期待します。佐々木歩さん。佐々木歩さんは2017年は SIC レーシングチーム、2018年は
ペトロナススプリンターレーシングからフル参戦しました。成績はどちらの年も総合20位でした。2019年も引き続きペトロナススプリンターレーシングから出場します。まさに勝負の年でしょうね。鳥羽海人さん。鳥羽海人さんは2017年、2018年はホンダチームアジアからフル参戦しました。ランキングは2017年の30位から翌年は22位にジャンプアップしました。2019年もホンダチームアジアから出場するのでさらなる飛躍を期待します。小倉愛さん。小倉愛さんは2018年はアジアタレントチームからワイルドカードでスペイングランプリを含む4戦に出場しました。2019年はホンダチームアジアに所属し初めてのフル参戦を果たします。年間を通してその名前を世界に轟かせてほしいですね。いかがでしたか？最終ラップの最終コーナーまで目が離せない熱い MotoGP から2019年も釘付けかもしれませんね。日本人ライダーには飛躍の年になってほしいですね。皆さんはロレンソはマルケスに勝てると思いますか？開幕戦が楽しみですね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみと。